こんにちは、つくるです。今日もよろしくお願いします。今さっきまで作ってたんでめっちゃ汗かいてます。今日はですね、ワークの中でもスローテンポな曲をチョイスしてみました。まあやっぱり受けがいいのはどうしても速いテンポの振り付けっていうことがしばしばあるんですけれども、上手い先生なら誰でも言うと思うんですが、やっぱり速い曲よりもゆっくりな曲でかっこよく踊る、これが難しいんですよね。難しい理由としては、ゆっくりで踊るということはカウントとカウントの間にこの間があるんですけど、この間をどのようにして過ごすかっていうところらへんがダサさ、かっこよさ、ここの分かれ道になってくるんですよね。なので今日はスローテンポで踊る振り付けを作ったので、それにチャレンジしてみましょう。ということで今日も、まずは振り付け解説して、でその後カウントで確認して、最後曲でやってみますので、目次つけておきますので好きなところを飛ばしながら見てもらっても大丈夫です。それでは今日も頑張っていきましょう。用意スタート。今回も、いつも通り2/8の振り付けです。頑張っていきましょう。まず1/8目の1カウント目から見ていきましょう。カウントというところの5、6、7、8、1、今回は1個手前の8カウント目から踊り始めます。右足前に置いておきましょう。まっすぐの状態から5、6、7、左手で8、1、こんな動きです。手をしなやかに、ムチのように、シュッシュッね、十字を切ります。ブーン、ブーン。で、1回目は、ね、特に何も気にしなくていいんですけれども、2回目は手パーで開きましょう。で、当たった瞬間、一周回して手上。で、ギュッ。シャッター閉めてください、ギュッ。で、そしたら今度は右手。同じようにキュッシャッター閉めます。閉店ガラガラを半分ずつやる感じですね。ここからいきます。5、6、7、8、1、2、ギュッギュッ、ね、やりました。この2の時に足を右足を右に出します。つま先は外側向けて、こっちに右肩もつられて引っ張られるような感じです。ツじゃあ次、このままロープがここにあると思って、このロープを持ったまま行きかけて戻っていく。まあそこまでこのパントマイムほどこんなやらなくていいんですけれども、なんとなく胸の前キープしたまま1、2、やります。5、6、7、8、1、2、3、4。ここから両手を下から持ってきて、でこれは基本です。ブン、手だけやると左から回してきて、で右手だけ展開します。こんな感じ、はい。で足がその時にドンチャ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 、頭の後ろの時かなに左足を着地させますということなんで、このロープからピュッて出てきました。じゃあここからズーンチャチャチャでドンドン、ちょっと急にねこう見てきましたけど、はいはい、左手前右手後ろ、これ同時にドンで左手置いたまま右手前で、カウントがね5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、7でここ収めたいんですよね。だからここからやってみましょうか。最初から5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、できましたかね。じゃあここからこれが終わりました。じゃあここからバッテンをイメージしてもらって、
上半分の部位をこうやって作ります。肘くっつかないんですよ。まあ頑張ったらくっつくけど、でもくっつかなくていいです。くっついてる風で、このまま今度ポキッと伸ばして、で下半分のバッテン作ります。ドン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 、なんやねんこの動きっていうね。別になんてことはないんですけど、僕は勝手にやってるだけです。じゃあこのまま5678っていう78っていう、ここの最後のっていうところでドンドン、両足閉じてズンジャー、兵士みたいな感じで足閉じます。でその時にこれがセブンエイエン、ここまでがワンアウト目なんですよ。ちょっとここまで一回カウントでさらってみましょうか。いきますよ、ファイブシックスセブンエイエンワンエンツースリーエンフォーファイブシックスセブンエイエン。続いて2エイト目です。1 and 2 and、 ちょっとラジオ体操みたいな感じやなと思いながら、難しく考えないでくださいね。右手で左肩持ちます。で次右手で右肩持ちます。その時に足開くで左手で左肩で本をねパタッと閉じるような感じで、でその時に下半身も一緒に骨盤をねじってあげましょう。ぎゅっと、はい。でこれが実はこの後こっちにシェネっていうね、両足で回るターンをするんですけど、ターンを入れるための準備になってます。プレパレーションって言います。でこのジャズダンスの要素が入ってきてるんですけど、ジャズはそもそもバレエから来てるんですね。でそのバレエが何で入っているかというと、バレエダンサーの当時の人たちがの、まあ、男の人たちが中心になって、まあ、ワック、パンキングって呼ばれるこのダンスジャズが生まれたと、言われてるんですね。だからその人たちが作ったので、まあ、そういう背景があって、なんでバレエの要素っていうのはね、ワックを極めれば極めるほど、それがこう色濃く出てきます。はい、ということで1 and 2エン、これプレパレーションです。でここから右に向かってシェネをするんですけど、手がねつきます。上通ってオン、はい、伸ばします。これを一緒にこんな感じです。もう一回だけ、ここからせーの3 4、いきましたか。じゃあこの後ジャケットを着てる人はちょうどいいんですけど、着てない人は僕みたいにある程度ここからここの裾払います。でその時に足、右足を後ろに下げましょう。せーの5で、ここをポンを叩きます。もう一個後ろ下がりながらブンシャ、これが6で、エーンで左足前に出しながらここにいる人っていう感じでやりましょう。エンで最後7-8でこういう動きをやります。右足をこうついた時に右手下に置いといて、で左手で指先から肩に向かって沿わします。うんうん、なんか変身みたいですけどね、変身みたいな感じでやって、肩からあと胸通って腰下ここまで、でこの時に肩からここ行く時にボディウェーブをこう通せる人は通してみてください。通せなくても体を、上半身をこのね後ろに倒すだけで問題全然ないと思います。でもできる人はね、小さくボディウェーブ流しましょう。はい、ということでここまでで以上です。それではこれをまずフルでカウントでやってみたいと思いますので、一緒についてきてください。いきましょう、5 6 7 8 and 1 and 2 3 4
5、6、7、8、N、1、N、2、N、3、4、5、6、7、8。さあ、それではこれをね、いよいよ曲で通してやってみたいと思います。お待たせいたしました。ではやってみましょう。どうぞ。